マリエッタ・シャギニャン、マリエッタ・セルギエブナ・シャギニャーンは、ソビエト連邦の作家、劇作家、社会運動家。哲学的、社会的見地から、執筆活動を行い、対外的にも突出した、共産主義者の女性文学者であった。アルメニア系の医師の家庭に生まれる。1909年に、最初の詩集が出版されるほどの早熟な、文学少女であった。 1912年に、ペテルブルクに上京、ディミトリー・メレシコフスキーとジュナイ・ダ・ギッピウスの治癒を、得て、ロシア省徴主義文学の洗礼を受けた。この時期の作品に、詩集、東方参加がある。1914年に、ワイマールを訪問した後、1915年から、ロストフ・ナ・ドヌで、美学や、芸術史の教師を務めた。ロシア革命後は、 推理小説やミステリー、サスペンス、冒険小説を手がけるようになり、SF 小説であり、赤いピンカートン主義を実践したイデオロギー的な探偵小説である、メスメンド、または、ペトログラードのヤンキーや、プロレタリア小説、三つの食器と、水の中といった代表作のほか辞典の記事や回想録も残している。 レーニンの原稿録に関する小説によって1972年にレーニン賞を授与された。この他に、レーニン家の人々や、氷伝、ゲーテといった電気的な著作も残した。1910年代に作曲家のセルゲイラ・フマニノフに、リという偽名で、ファンレターを送ったことが、きっかけとなり、両者の間で文通が交わされた。 ラフマニノフの歌曲集のうち、作品34と作品38はいずれもシャギニャーンがラフマニノフのために選んだ詩に付けられた。また、映画ラフマニノフある愛の調べに登場するマリアンナはシャギニャーンがモデルとされている。小惑星2144番は1975年にソ連の天文学者リュドミラ・チェルヌイフにより発見され、 シャギニャーンの栄誉を称えて、マリエッタと名付けられた。ありがとうございます。